では四つん這いになってここから片方の手を反対の肩の下から遠くに伸ばしてあげます。頭も床について少し足をお肘の方に近づけてあげましょうか。床をこの支えている手でぐーっと押してあげるだけでも十分ですし、このまま胸を開けるようだったら大きく手を上げてあげましょう。手を伸ばしているのがしんどかったら肩を触って胸を開いてみてください。少し吸う息は吸いにくくなるので吸ったり吐いたりね、ちょっと小さめに繰り返してあげてください。で、下ろしてよいしょ、起き上がっていきましょう。